山本周五郎。 長男の金之助と二人で、上衛門が古文書の質を整理していると、妻の竜が一通の手紙を持って慌ただしく入ってきた。旦那様半度寺からお使いでございます。半度寺からなんだ肝臓が母上様のお手紙を持って参りました。ああ、そうか。上衛門は頷いて、 昨日差し上げた手紙へのお返事だ。後で拝見しよう。でも、母上様はお付けここへお帰りなさるというおことづてでございますが。お帰りなさるって。そんなはずはないがとつぶやきながら、上衛門はすぐに手紙を取って開いてみた。それにはいつもの老後の見事な叱責で、まずこちらの安否を問い、続けて、 こちらでは種の産後の日立ちも良いし、気候もすっかり秋だって、山陰の朝夕は寒いほどでさえある。もう里へ降りても暑いことはないだろうし、久しく留守にして孫たちの顔も見たい。肝臓にこの手紙を持たせてやるが、我が身もすぐにこちらを立つ。馬で行くから日暮れ前には着くであろう。 そういう意味のことが穏やかな屈託のない調子で書いてあった。どうおっしゃっててございますか読んでごらん。昨日差し上げた手紙をご覧なさらなかったと見える。エ衛門は手紙を妻に渡した。慶応四年、明治元年、藍津藩主松平かたは将軍慶喜とともに、 不見の戦に敗れて江戸へ逃れ、さらに合図へ帰ると、軍足の官を除くと称して、大宇諸藩の連盟を結び、なお林農寺宮に頼って中条を訴えた。けれども朝廷ではこれを聖伐することに決まり、九条道高を総督として越後口、欧州口へ大軍を持って下押しに攻め下ってきた。秋田藩主佐竹義高も、 大愚連盟に加わっていたが、征伐沈武士の説得に服して連盟を出し、その胸を通告して征伐軍に加わった。連盟諸藩の怒ったのは言うまでもない。佐竹うつべし。と、庄内藩酒井忠弘が直ちに秋田へ攻め入り、随所に佐竹軍を破って、すでに久保田城へと迫っていた。 クワ首は久保田城の南十里ほどにある村里であったが、戦の激化するとともに、庄内藩の兵がいつ侵入してくるかわからぬ情勢になったので、壮年の男を除く養老婦女を避難させることに決め、どの家でもしきりにその準備を急いでいるところであった。本当にこれではお手紙をご覧なさらなかったようでございますね。 竜は姑の手紙を巻き収めながら、気遣わしげに夫を見上げた。すぐ誰かをやって半藤寺へお戻りくださるよう申し上げなければなりませんですね。そうだな。では、七郎寺でもやるか。そういたしましょう。私から申しつけます。竜はすぐに立っていった。戸部上右衛門は桑首の庄屋だったが、 それよりも古い家柄の豪子として近在に知られていた。家族は妻と12歳になる金之助、7歳の千吉、13歳の長女美代、それに老母の6人で、他に下僕や咲く男たちが8人いる。老母清江は50日ほど前から半藤寺という6里ほど離れた山村へ行っていた。3番目の娘種が出産をするので、 その世話もあり方々、暑さを避けるためもあったのだ。それで上位門はこちらの事情を詳しく知らせた上、なおしばらく半同寺に留まっておいでなさるよう、という手紙を書いて人に託しておった。すると今になって老母からこちらへ帰ると言ってきたのである。あの手紙が届かぬはずはないのだが。不審に思いながら、 ジョーエメンはそのまま古文書の整理を続けていた。彼は妻や子供たちを避難させた上は、祖先伝来の強度を守るために、居残った男たちを指揮して、省内軍と戦う覚悟である。数日前から村の東南口に柵を結い、堀を掘った。火災の始末も今整理している古文書のうち、持たせて逃がす分を分けてしまえば、それで済むのだ。 トペケが合詞であることの証拠を初めて世間に示す時が来たのだ。四十になったジョエモンは、そう思うだけで身内に不思議な力感の充実するのを感じた。それが闘志とでも言うのであろうか。心臓のあたりが痛がよいようなムズムズする感じだった。ジョエモンはそれを合詞の血の叫びだというように思った。 午後四時近くになって、整理し終わった書類を包んでいると、妻が急ぎ足に来て、あの、母上様がお帰りでございます、と伝えた。上右衛門は、えっと振り向いた。どうしたんだ七郎寺は行き違いかいいえ、お供をして戻りました。上右衛門はすぐに立って行った。 ああ、やはり自分の家が一番ですね。居間へ座ると一緒に、老ブはいかにもほっとしたように肩を落とした。六十二になるが髪はまだたっぷりと黒いし、やや肥えた体つきの肌色もツヤツヤとしているのだが、いつも落ち着いて微笑を含んだ顔出しとよく調和をしていた。上右衛門は帰宅のお祝いを述べてから、 昨日手紙を頼んであげたのですが、届きませんでしたかああ、拝見いたしましたよ。清恵はおっとりとうなずいた。ではもうご承知でしょうが、ここへはいつ庄内藩の兵が攻め込んでくるかもしれません。それで老人や女子供は明朝ここを立ち抜くことに決まっているのです。そういうお手紙でしたね。 老母は子供投げに行った。安藤寺でもその評判で、このままこちらにいるようにとせっかく進めてくれましたよ。けれども私はお仏壇を守らなければならないと思いましてね。仏壇は閉めましたし、お祝いは持っていくように包みました。今宵のうちに馬の用意ができますから、妙朝は竜や子供たちとご一緒にお立ち抜きください。 お仏壇を締めなすったのですか。それはいけませんね。上右衛門の言葉は聞き流して、老母は次の間にいる余命声をかけた。リ竜さん、お遺杯を包んだそうですが、出しておくれでないか。はい、ですが母上様、あなたは心配しなくてもようございますよ。 おいはいをそう軽々しく仏壇からお移し申してはいけません。とべ家は何百年という長いことこの土地に住み、ご先祖は皆この家で仏におなりなすった。どの仏様もこの土地とこの家とについておいでなさるのです。どんなことがあっても、それだけは私がお守り申します。心配はいりませんから出してください。 微笑を叩いたいつもの穏やかな調子だった。竜は夫を見た。そして、上右衛門が目でうなずくのを見て、位牌の包みを取り出してきた。母上はお立ち抜きくださるのでしょうね。上右衛門が確かめるように聞いた。私ですかそうですね。清江は静かに立った。 立ち退いても良いけれど、せっかく帰ってきたばかりだから、少し様子を見てからにしましょうか。しかし、庄内軍は山一つ向こうまで来ているのです。明日のことさえ難しいのですから、そんなに近くまで来ているのですかそれはうっかりしてはいられませんねと言いながら、けれども別に驚いた様子もなく、嫁の取り出した遺杯を持って、 静かに仏前へ入っていった。ミオや、羽凍器と付巾を持っておいで。仏壇の掃除をするのであろう。リオは急いで立とうとしたが、ジョエモンはそれを遮った。お好きなようにおさせ申すがいい。それより、取得はもうできたのかはい。もう子供たちの着るものを包むだけでございます。 様子によっては今宵のうちにも立ちのかればならぬかもしれぬ。二食分くらいの用意もしておくがよいな。はい、そういたします。竜は仏間に心を残しながら立った。老母は仏壇の掃除をしていた。そばには次男の仙吉が下方ぶりの祖母が珍しいのであろう。 嬉しそうに外へまつわりついて離れなかった。そして姉のミオが向こうから制するのも聞かず。おばあば様、ま、半藤寺の赤ん坊は男なの女の子なのなどと問いかける。教えはうるさがりもせず、もう何度も繰り返している答えをまたしても繰り返すのだった。ふーん、男か。名前は何て言うの 僕だって、おかしな名前だな。でも、半藤寺じゃ武士じゃないからな。そうでしょ、馬場様。うちは豪子で侍なんだから。千吉は切腹の仕方を知ってるんですものね、馬場様。そうですとも。千、まあ、吉は武士の子ですよ。さあ、追い回をおさめするから、ちょっとこの袖を離しておくれ。 遺牌をすっかり元のように収めると、灯明をあげ、こうたいた。それが終わると、ようやく落ち着いた様子で、では、お土産をあげますから、みんなおばばの部屋へおいでなさい。そう言って、再び今へ戻っていった。金之助もみ容もそこへ呼ばれた。どんな土産が配られたのだろう やがてその今からは三人の喜びにあふれた叫びや笑い声が、緊迫した家の空気とはおよそ縁の遠い、平和な明るい調子で響いてきた。龍は意見か隔たったところで、子供たちの遠座の衣類をまとめていたが、その喜びの声を聞いて、ふと手を止め、見失っていたものを取り戻しでもしたように、 とそののやかな声に聞き入るのだった本当にそれは見失っていたものを取り戻した感じだった。戦が身近に迫ったこの10日ほどは、みんな背から追われるような落ち着かない気持ちで、今にも敵が侵入するか、矢玉の音が聞こえはしないかと、食事の間にもふと箸を止めたり、夜半の風に飛び起きたりした。 明かりをいくら明るくしても、部屋部屋のどこやらに、しんとした闇が広がり、みんなともすれば一間に集まって息を潜めているという風だった。それが今はすっかり元へ帰った。家の中がにわかに明るくなったようだし、話し声、笑い声がそこにもここにも聞こえる。子供たちは言うまでもなく、雇い人たちまでが元気になって、 誰の顔も不思議に生き生きとしてきた。久しぶりで賑やかな夕食の前を囲みながら、竜はその原因が何であるかすぐに思い当たった。家の中を明るくし、人々を元気にしたのは、母が帰ってきたからである。いや、母が帰ってきたからというよりも、帰ってきた母の態度の影響に違いない。 清江の様子は54日前に半道地へ出かけて行った時と少しも変わらなかった。和やかに微笑を含んだ顔も、おっとりとした柔らかい眼出しも、静かな立ち位も、すべてが平常の通りである。山一つ向こうへ敵が迫って、いつ戦火が頭上へ降りかかるかもしれない切迫した事情などは、まるでどこにも感じられない。平和な、 いつもの通りの老母だった。けれど母上は事情をよくご承知なのかしらご承知の上であのように落ち着いていらっしゃるのかしら龍は母の本当の気持ちを差しかね、みんなの元気に笑い定めく様をなんとなく心もとない感じで見守っていた。どうしてなのねえ。 幼い千吉はまるで祖母を独り占めにして、さっきからしきりに何か追求していた。清江は食後の茶をすすりながら、根気よくいつまでも相手になってやっていた。どうしてって、ここはご先祖様から伝わった土地ですからね。この家も遠いご先祖様の時代からずっと伝わっている家ですから。 もしも敵が攻めてくるとしたら、この土地や家を守るのが当たり前でしょでも、それは父上や七郎児たちや村の男の人たちが戦うからいいでしょお母様や千吉や姉上は戦の邪魔になるから背の上立ち抜くんですって。どこの家でも女や子供やおばあ様たちは立ち抜くんですよそれはそうですとも。 老婆はにこやかにうなずいた。戦の邪魔になるようなものは立ち退かなくてはいけませんからね。それが本当ですよ。じゃあ、おばば様だって同じでしょおばば様だってお年寄りですもの。それはそうです。おばばというくらいですからね。でも、おばばは年寄りでも戦の邪魔にはなりません。 どうして邪魔にならないのそれは、おばばが武士の娘だったからですよ。千吉だって切腹の仕方を知っているでしょう。武家に生まれた者は男でも女でも、七歳になれば自害の仕方を覚えなければならない。それはいざという場合に、見苦しい死にざまをしないためでもあり、 戦になって敵に向かっても、うろたえない覚悟を決めるためです。おばばはそういう風うに育ってきましたから、決して戦の邪魔になるようなことはないのですよ。それなら、それなら千吉だって。と、幼い彼は肩を突き上げた。ねえ、仙吉だって戦の邪魔にはなりませんよ。 邪魔にはならなければ、ここへ残ってもいいでしょそれだけではまだいけませんね。邪魔にならないだけなら、残っていても仕方がありませんから。じゃあどうすればいいのねえ、おばば様、ま、どうすればおばば様と一緒に残っていいのそらそら、どうやらおめめがとろんとおなりだ。老婆は笑いながら言った。 もう寝床へおいでなさい。そして、どうしたら残ってもいいか、ご自分で考えてごらん。さあ、行っておやすみ。この問答を聞いている間に、長男金之助の顔つきが厳しく変わっていくのを龍は認めた。娘の美代も何やら思い詰めているらしかった。 母の言葉は淡々としていたが、竜もその中から数々の意味を受け取ったのである。母上は夫の手紙を読んだために帰っていらしたのだ。散布の世話がいらなくなったからでなく、暑さが去ったからでもない。夫の手紙を読んで、くわくびが戦火にさらされると知り、この家を、この土地を守るために帰っていらしたのだ。 そう気づいたとき、竜は目が覚めたようにハッとした。年寄りや女子供は非難する。そういう取り決めに少しも疑いを持たなかった自分と、あえて戦火の中へ帰ってきた母の気持ちと、二つの隔たりのなんと大きいことだろう。武家に生まれた者は、男も女も七歳で自害の仕方を教えられる。 いざという時に見苦しい死にざまをしないため、戦に望んでうろたえぬ覚悟を決めるために。母はそう言った。それは龍も無論知っていることだった。子供たちもそう教育してきた。それにもかかわらず戦火を逃れようとしたのはなぜだろう。祖先から伝えられた土地が、家が、 まさに陛下に焼かれようとしているのである。たとえ武士でなくとも、郷土の恩を知る者は踏みとどまって戦うのが当然ではないか。自分たちを育ててくれた土地、祖先の墳墓のある土地を守るのに、男女の別も、老幼の差もあるわけではない。こんなわかりきったことに、どうして気がつかなかったのだろう 竜は立然と身を震わせた。それを出してどうするのだ夫の声が聞こえたので、竜はふと階層から我に返った。もう夜の十時頃で、あたりはひっそりと寝静まっている。夫の声は子供たちの寝床から聞こえてきた。私は残ります。 金の助の声だった。みおもおばば様と残ります。娘の思い詰めたような声もそれに続いた。龍は息を呑んだ。そしてそのまましばらく何の音もしなかったが、やがて、そうか、という夫の声が聞こえた。竜はほっとして我知らず微笑を浮かべた。 みんな残ると言い出した。そう言いながら上右衛門が龍の部屋へ入ってきた。金之助は搬送などを取り出している。美オもどうやら言うことを聞きそうがないぞ。千吉でさえあの通りですから。龍は夫を見上げてそっと笑った。私も母上様にお恥ずかしくてなりませんですよ。 一時でも立ちのこうと考えたりいたしまして。お前までは同じことを言い出すのか平常の覚悟というものも、深く深く反省するように竜は言った。なかなか実際の場合には活かしにくいものでございますね。いざという時にはこうと思いながら、その、 いざがここだと見極めることができないね。ついすると平常の覚悟を見失ってしまいます。心の持ち方ほど大切なものはないと、今度こそ身に染みて悟りました。では、お前も。両衛門が微笑しながら言った。死に装束でも用意しておくか。いいえ、なぎなたの支度をいたしますよ。 そういう竜の顔つきは、五つも六つも若くなったような、つやつやとした血色を張っていた。両衛門は何も言わず、大きく頷きながら自分の居間の方へ去っていった。明くる朝早く、東の深夜から立ち抜きの用意ができたからと誘いの者が来た。その時前庭では、金之助と美容が、 弓矢や槍を取り広げており、幼い仙吉までが搬送を持ち出して力んでいた。うちではおばばが帰ってきたので、上右衛門が深夜の者にそう挨拶した。子供まではここに残ることになった。こちらには構わず立ち退いてくれと伝えてくれ。使いの者は呆れた様子で立ち去った。 続いて西の家からも人が来たし、重だった家々から次々と立ち退きを促しに来た。そして戸辺では老母をはじめ全家族が残るということがたちまち村全体へ伝わって、そこここに大きな反響を呼び起こした。東の深夜でまず、それなら自分の家でも残る、と言い出した。親類にあたる家々は皆そう決めた。 それが波紋の広がるように、クワクビの隅々まで広まってゆき、すでに避難を済ませた数数個を除いて、ほとんど全村の者が、クワクビを守ろう庄内軍と一戦しようと言い、一つの強い威力のもとに踏みとどまった。ちょうど清江が帰った夜のとベ家の食前のように、活気のある明るい、そして、 不屈な空気がクワクビの村にみなぎり渡った。その日の黄昏前に村の南東にある柵の外へ、庄内軍の前将兵と思える者が近づいてきた。女や子供や老人たちまでがなぎなたを持ち竹槍を持って厳しく柵を固めている様を見ると、うかつには手が出せぬと見たのであろう。 そっと引き返していったまま、ついに再び姿を見せなかった。4日、5日とこともなく経って、久保田城へ援軍が入った。庄内軍は負け戦で退却している。そういう知らせが来た。村人たちは一斉に観光の声を上げ、主演を設けて祝いあったが、戸部家では平常通りで、 格別祝いの酒も出すことはなかった。老母清江があまり平然として何があったかという様子をしていたため、改めて祝い振る舞いなどをする機会がなかったのである。海の母上ではあるが。と、上モ門はしみじみと実戒するように言った。 あの落ち着いたご様子には本当に頭が下がった。戦火を目の前にしても、眉を一つ動かさず、無事に収まっても格別嬉しい様子もない。あれが不退点というものだろう。女にあもれの性質だ。私は女だからこそと存じました。女なればこそ、 私たちもあのお家具を学ばなければと存じます。それはどういう意味だ竜はじっと目を伏せたまま、夫の問いには答えなかった。それは答えるべきことではなかったから。口で言うよりも身をもって行うべきことだと悟っていたからである。上右衛門も重ねては聞かず、 思いを潜めた妻の顔を愛情のこもった目でじっと見守っていた。